のチャチャが探してるのに自ら馳せさんじないとか、タヌキじじい並みにありえないんですけど。豊臣おんこのマスターのくせに、これは許されざるよね。これは国外ぐらいじゃ済まないし。ましてや、殿下が知ったら晒し首かも。あ、マスター、こんなところにおったのか。こっちこっち、チャチャはここにいるし。誰からもチョコをもらえないかわいそうなマスターのために、チャチャがとびっきりの催し物を用意してあげたし。ささ、細かいことは置いといて、とにかくチャチャについてまいるがよい。どうこの豪華絢爛春爛漫なこの宴、まさに第五の花見の再来よね。とまではいかないけど、結構景色もいいし、割とすごくない？そしてこれ、チャチャの大好物でもあるおしるこ。名付けて、おチャチャ特製日輪しるこ。じゃないんだって。ふん、違いのわかるチャチャはただのチョコでは飽き足らず、あえてのあんこなのです。違いのわかるパティシエチャチャなのです。ぶっちゃけチャチャもご相伴に預かるつもりだったから、好物のおしるこにしたのですとは口が裂けても言えないのです。誰からもチョコとかもらえそうもないし、いわゆるお母さんからのチョコ的な、いと哀れなあれだし。もういいからさっさと食べるがよい。チャチャも隣で食べるし。どうじゃ、うまかったかの。わざわざ用意したんだし当然よね。あ、これっていわゆるギリシルコだし、お母さんにもらうチョコ枠みたいなものなのよね。チャチャに惚れるとやけどするから、勘違いしない方がいいし。で、ほら口にあんこがついておるぞ。チャチャが置いてやるゆえ、動くでない。まったく、手のかかるマスターよな。ほれ、顔もそっと近う。愚かな子ほど可愛いか。いや、愚かだったのはわらわの方よな。罪滅ぼしというわけでもないが、せめて今生はそなたに寄り添うとしよう。さーて、そろそろ帰るかな。あんまり遅いとまたおばうえあたりがうるさいかも。とにかく生きてさえいれば、またこんな機会もあるし。うん、チャチャとマスターの行く末は日輪のご